ちぎたゆうすけのジャズの端くれジャズベーシストのちぎたゆうすけですピアニストの八戸あさみです第53回よろしくお願いします、はい、お願いします、えー、というわけでね、えー、先週10月10日にね ごめんなさい <laughs> 11月10日に、うん、えっとね大正区にある三戦商店街というところの、ねはい、中で三戦ミュージックフェスティバルという素敵なフェスティバルに参加してきましたね。うんえー、やっとわさみトリオで参加してきたんですけども、はい、まあ楽しかったですね。主催と言いますか あのまあ、大本福地さんというねはい、はい、このラジオでも度々おしゃべりしている福地 P 通称 <laughs> あの、まあ、いろんな企画をね <laughs> してくれたり僕も東京でも、えー、東京でりだったんですけど、はい、あの東京の吉祥寺にも拠点がありましてはい、はい、そこでもあのいろいろねあのライブ企画したりね。<laughs> うん 参加させてもらったいしてたんですけど、うん、今回はその福地さんの地元である大正区で、はい、え行われたんですけれども、はい、えその福地さんとあそこの参戦商店街にあるねタノンカフェさんというすごい素敵な、うん、素敵で面白いカフェね、うん、いやあなたから聞いてたやんそう前々からねそう前々からそのタノンカフェめっちゃいいでそうそうあのー、僕はその福地さんの企画でねもう3年ぐらい前からかな そんであのタノンカフェでその時は何回かライブしてたんですけれどもえっとねタノンカフェの素敵なオーナー夫妻がいましてめちゃくちゃ面白い人やったなめちゃくちゃ面白いで特に奥さんのママさんのメグさんメグさんメグさんねもうほんまに僕もね その時3年前東京住んでたんで久しぶりに東京帰って大阪に帰ってくるみたいな感じでお盆とかにねライブしてたんですけどもほんまあもう吉本新喜劇の中にいるみたいなやっぱ大正言うただいぶ濃くなってくるから大阪でもそうそうもうなんか向かいの肉屋のおっちゃんが来たりとかしてちょっかいかけてきたりとかでもなんかその一個一個のボケがねやっぱもう吉本吉本みたいなほんまに笑ってまうねあのうん。 しょうもないこと言ってたなあのその時はチームタノンガールズ言ってねめぐみさんの同級生の方が何名か手伝ったりしてその会話とかもまたおもろいねそうそうもうかしょうもないことね言うてはんねんけどほんまに笑ってまうねんそうあったかみがあってねでそのめぐみさんの作る料理もまためちゃくちゃおいしいほんまにうんかねシンプルなものなんですよねシンプルっていうか自分もよく作るような例えばサンドイッチとか なんやろそんな特別なそうそう、なんか、けどめちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しかったなで、前回は、え、サンドイッチな。焼きたての。ちょっとホットサンドみたいな感じでそう。なんで、なんか中身もたくさん入ってるんですよ。あの卵とか。卵とかそう、いろんなもんがね。そうそう、入ってんのに、そっとサクサクで。なあ 中めめちちゃゃどないどないになってんねんと思うんだけどどないって言ってはったなあの頼んがあるぞしたらんでこんな美味しいねみたいな今日は食べへん言うたのにもう何個目やねて超えてしまったって言ってはったなそうそうそうそれぐらい美味しいんですよねはいはいフェそう田野カフェは普段からもね営業でモーニングとかでまああれ週末やったかな週末はバータイムとかも絶対おもろいと思うん一回行きたいのバータイム行こうかな 一緒にに飲んんだほま面白いであの旦那さんのねョ嬢さんもかっこよくてもっとラガーマンでね背が大きくてイケメンでね爽やかな感じなんですけどおもろいんですよあのお嬢さんもまだ今回はねちょっとあんまりバタバタしてお話できなかんたけどほんまに面白いあのカフェはとにかく面白いぜひ行ってみてください対象のいろんな人も入れ替わり立ち替わりで入ってくるねそう だってあれで打ち上げもあったんですけど、はいはい、打ち上げでねこう、もうほんま大人数で、はい、参加者が14人ぐらいいたからね、うんそうで、打ち上げ隣になった人に、あの、ここのカフェ長いんですかって、うん、れて、つってお手伝いさんにね、聞いたんですよ。あのそしたら、いや、まだあの1か月ぐらいで、<laughs> 昨日急に言われて、ここにいる人全員知らないんです。<laughs> とか言うぐらい、もう全員、もうごっちゃごちゃしてるから。 そんな人が受付を担当するっていう結構責任重大がおもけどめちゃめちゃね面白いんですよとにかくね行ったら何かあると思うんで面白い面白いねはい行ってみてくださいはいはいそうイベントもすごい盛り上がってそうイベントまたねそうえ何番だったのかなあれえっとミュージシャンが14人ぐらいいてで例えば最初は僕らね野党ア見トリオで野党さんピアノ僕ベース中村裕次郎さんドラムでやって で僕らはまた違う時にそのトリオあっ違うちょっとメンバーがバーちょっと変わってそう三谷さんっていう方にドラムになったんですけどで小柳純子さんが入ったりとか、うん、なんかこういろいろねいろんな方があってだからあのみんな大体2回ずつぐらいで感じのイメージやったね。 12時,12時からね、うん、昼の12時からもう6時7時ぐらいまでやってたかなあれそうそうであのそのタノンカフェの隣にあるね、はい、あのちょっと大きめのガレージがありましてそこにねステージと椅子と作って、はい、なんかちょっとアメリカンな感じでね そうもうコストコの商品満載でコストコこれコストコやこの紙コップもコストコやみたいなこれな見たことあるないみたいなんかすごいあのんやろねアメリカのんかこう休日みたいな雰囲気もあるしちょっとねそう対象感もあるし対象というのは対象句のねすごいね手作りミュージックフェスティバルっていう感じでフードもねネグさんの サノンカフェさんの料理以外も対象のおにぎり屋さんのおにぎりがあったりねそうの唐揚げ屋さんの手羽先秘伝の塩かなんか衣かなんかあれ美味しかった自分のスパイスみたいな感じかな秘密の配合をしてるらしいほんまに美味しかった「もう一回食べていいですか?」って売り物のやつなお金も払わんとじゃあ払ってあじゃああれ全部福地さんで。 洗ってないわけじゃないからそうかそうか大丈夫ですもうちょっとお腹かすいたんです大丈夫福士さんのとこにつけて勝手に福士さんほんまごちそうさまでほんまにそうただじゃないからあれそうかそうかおでんも美味しかったなおしかったしかったあれもめぐさん前日にうんうてはったね もうんかこうんやろね普通のおでんやねんね逆に言うとけどめっちゃ美味しい最強のやつな一番美味しいおしかったあれほんまにであの演奏もねやっぱこう楽しかったですね盛り上がったねうんもう久しぶりにお会いする人がほとんどかなやしそうそうそうであの僕らはね一緒に小柳純子さんとかやって僕ら小柳純子さんのファーストファーストじゃないわ何年前かなね 上京する前に「ファインドザワー o r っていうアルバムでベース弾いてたりあなたねすごいお世話になったんでほんまに10何年ぶりかな共演した分あの東京のいやけど東京の隅田ジャズストリートであ出たね出たね引っ越したての時さ小柳さん家来たんなんもない家来て シャワー浴びて暑かったか暑ったし何もないしみたいなとこでな懐かしいけどテーブルもないぐらいのそうそうほんまに引っ越したての時の気張ったねそうそう楽しかったねあれ以来とも共演したそうけどやっぱめっちゃかっこよかったなさすがさすがもうこう何やろなあれんか湧き上がるよねあの人の歌聴いたらそうそうやぱ。 関西はこう、シンガーの土壌が熱い感じでしたね。全員歌の人さ、<う>すごくなかったそう、あのー、あと、酒井陽子さんというね、はい、ちょっとソウル系というか、うんうん、そういう熱い感じの歌を歌う人と、うん、あと、薄井優子さんというね。 野党さんのそうね。で今大阪芸大の先生とかにしてた薄井優子さんという方も僕もねあのほんまに久しぶりに西成ジャズ以来の共演ぐらいや、うん、もう十何年ぶりやと思うんですけど、うん、その時はまだもうなんかバ西成って西成ジャズも,ものすごくバタバタするから <laughs> その当時のね難波屋っていうねすごいディープなとこでやってたからあんまりこうなんかこう。 もうバタバタした記憶しかなかったけど。ちゃんとじっくり聞くの。じっくりす井さんの聞いた。めちゃくちゃ良かったな。めちゃかっこよかったな。めちゃめちゃかっこよかった。で、また僕ね、す井さんの歌聞いててね、英会話効果が出たっていうか、ほんまにあの英語が聞こえてきてよ。何言ってるかみたいな。そうそう。今まではもう全然ね、そんな歌詞を歌詞としてあんまり認識してなかったけど、よく聴いたらそう。 めっちゃ何言ってるかわかるわみたいな感じで。英語の耳なの手が。英語耳にもね、なってきたことをうすいさんの歌で気づく。なるほど。うん、けど、すごい、ほんま、で、まあ、インストもあったりね、ほんま、いろいろ盛りだくさんの中。そうそう。あの、あの大好評でね。はい。あの、百十何年、何人来たって書いてた。すごい。そう、大盛況、あの。そう、手作り感満載の。はい。また来年もやるってね。 福地 P が言うてはったんでぜひね注目してみてください。で「タノンカフェ」はね毎月毎月じゃないかけど定期的にライブやってるんでそうそう「タノンカフェ」か今日前回やったガレージのねタノンカフェの隣のところでやるかなんですけど野党さんもねえっと12月にねその臼井さんと一緒にそう臼井優子さんともその時は何かあのんてうかなルームって言ってたよんか。 あ、まだちゃうところ。あ、そうかそうか。けど、まあ、多分、その、いろいろある。あのカフェ系列の。そうそう。十二月二十日かな。はい。うん。やるんで。やります。はい、興味ある方はぜひ。はい。あの、行ってみてください。面白いんで。そう、ライブ抜きでも面白いから。普通にね。ぜひ、はい。普通におすすめスポットとして。打ち上げ楽しみっていう。そうね。もちろんライブも楽しみ。はい。あの、行ってみてください。はい。楽しかったです。はい、また来年もね。 開催したらぜひ参加ささせててくださいと思っております、はい、福士さん、タノンカフェさんありがとうございました。はいはい、そしてね、押し,してやな、次は、今週は割とあれやで、ね、イベント目白押しと言いますか、はい、で僕はあ、あれですよあの、コントラバス独創ライブ、ちぎちゃんの。そう、ちぎ田悠介、はい、やってきました、バンブークラブというね、はいはい、中崎町にある大阪の、はいうん、そこでやってきたんですけれども、すごいね、実りのある。 ライブになっていろいろ音楽的にも感じることがたくさんあったんで今日はまあそのお話をねしようかなと思っております。はい、でまあ前回1一月じゃない十0月かなにあの東京の方のドットアンドブルーでねあってでポンポンとえ1か月ごとにえ今回チャレンジしてみようと思いましてはい大阪でもやってみようと思いましてはいあの開催させてもらいました。でねいろいろ痛感したことがありまして。うん まず痛感したことね集客の大切さねん。もう僕このね最近このポッドキャストねやりだしてすいませんちょっと調子乗ってましたあ来るかなとこれをいもう結構それでね前回の東京の時もポッドキャストの方来はったりとか聞いて初めてお会いする方ねそういうのでいろいろね来ていただいたり他の地方でもあったから地元も大阪やし SNS で、うん、あのまあは宣伝はしてましたようん、うん、けどまあポッドキャストもあるしポッドキャストのみんな信じてるでと思って <laughs> 来たけてやっぱ難しかったね <laughs> あの最後ねもしかしたらこれ DM 送らんかったら、うん、ほんまゼロになるかもしれんと思って。うん 2人にだけ DM しますと僕2人にねそう前々から喋ってる中崎町で美容室やってる僕の高校の時にねキセログラフィカという美容室の優生君っていうね彼とであの野党さんの CD ジャケットを撮ったここでもう写真を撮ってもらったり何か溶けているという感じで流させてもらった。 写真アーティスト、うん、太郎さんね、うん、その2人にだけ一応メールしとこうと思って、うん、メールしてもう待ってもうね6時ぐらい入ったんよ7時スタートで、うん、で「あちょっと早い入ったわ」思って、うん、なかなか人気変へんな思って、うん、そうでパッて蓋開けたら、うん、その2人やったわ、うん <laughs> でも逆にさ2人に送って2人来るってことはそれはまあありがすごい100%ですたんやけどそんなことめったにないけど2人とも来てくれたやっぱり自分の人気のなさも痛感したしやっぱ端くれですね。はくれやなもうジャズの一番の端くれやしまあしゃあないけどそれはさだってあのジャズライブは言うても例えば定食屋さんに行って白ご飯専門店みたいな。 もう普通だったらベースもドラムもピアノもギターもサックスもおるそれを楽しんでっていうのでベースだけやもん白ご飯だけとかさそんなやっぱおかずないやみたいなおかずもないしそんまあそれはそれでいいねんでおにぎり専門店もあるぐらいやからいいんですけどかなりねマニアックな設定やもんね最初からね けどああののライブはねやっぱ人ともそそうう特にあの太郎さんはよく定期的にね5年奏聴いてくれてはるけどゆうせいくんはほんま初めてかな。ほんまに俺のウッドベース。いや結構あの最初あの入る時どないしょうか思ったけど来てよかったわ言うて。まあなちょっとな勇気がいるよな。けどゆうせいくんもあのヒップホップやってたりとかあのやってたんかな。であの その美容室にレコードがあったりレコードプレーって、そう音楽大好きやからそれすごい聞いてくれてそうそうこんな世界あるんやみたいなめっちゃおもろかったわっつってめっちゃかっこよかったって言ってくれて自分もねやっぱこういろいろ前の前回のライブからブラッシュアップしたというかもう何回も最近やってるやんだからすごいねよかったなと思う部分も結構いい部分も結構あってこれからもね続けていきたいなと思ったんですけどけどやっぱりね 緊張するまあこっからこの音楽の話になってくるんですけどやっぱ力とか緊張とかんていうのね余計な力入ったらやっぱいい音せえへんなっていうのは何で感じたかというと結構ね家とかではもうこうんかソロベースの練習じゃなくてイメージでポンポンポンって弾いてたら結構いい感じなんですよ。でリラックスもできてるしこういう雰囲気でこのままライブしようと思って。 でバンブークラブも6時ぐらいについて6時半からオープンやから30分ぐらいあるわと思ってフリーでポンポンポンって弾いててめちゃめちゃええ感じや感触このままやったらええわと思っていざ本番になったらやっぱそのままできひんのよ緊張やなまず経験でまあライブもさ死ぬほど今までやってきたけどソロベースのライブとなるとそんなやってへんやまあまあねうんそうそうそうやっぱそれに比べたらさ圧倒的にさ やっぱり力が入ってしまうというか力っていうか、はい、まあうんうんそうそうそうで今回はもうそうリラックスしてそうそう、うん、なんていうのこの音の強弱を意識して、うん、小さな音も聞いてもらおうと思って、うん、小さな音っていうかそうそう音の波みたいなのを作ろうっていうイメージでやってたんですけど、はい、そうそうあのその時にね思ったんが、うん、あのが大きい音。うん 大きい音をどう出すかっていうことをちょっとね今日のテーマといいますかであの大きい音ってめちゃめちゃなんかベーシストはベーシストっていうかあのウッドベースコントラバスの奏者は結構憧れると思うんですよ、うん、まあ音量がそもそもあるよねそうそう音量が出ない楽器やからはい、はい、で、あのー、みんなねあ,あいつ音でかいとか そんなこう言う言うそんなにめっちゃあっそうなあいつやばいあいつの音バリでかいみたいなそんな会話すんねやベーシスト同士ってするするするめっちゃなってる生音でやってたみたいなとあはいはいはいそうねみたいなそうそうでそれやっぱこうんていうのそのパンチングマシンのパンチ力選手権みたいな感じなんかな分かたいんそうそうそうまあ音楽とあんま関係ないんかもしれんけどやっぱ憧れるっていうかはいそうそうでやっぱ なんかでかそうな人とか、うんうん、チャールズ・ミンガスとかでかそうやなとか、うん、なんかその思ったりするね、うん、なんかこうレイ・ブラウンとかすごいんちゃうかなとかで実際になんか例えば東京やったのあわやたくんとか,とか、はい、はやっぱ生音でねガットゲームでやっててすごいやっぱいい音してるしポ、うん、ンポンポン,ンでねかっこいいしあとはパッドパッドグリーンとかバッキバキンヒューもめっ2メートルぐらいあるからパッド2メートルはないわごめん。 190けど何倍まあ近いわな、2メートルぐらいのめちゃくちゃでかい。けど、けどあれね、パッドは家族で一番ちっちゃいらしい。どんな家族やん。だけでかいなと思うけど。そう、パッドさんも、そう、めっちゃかっこいい、バキバキの音してるし。そこにこう、憧れるというかね、憧れるって俺もそうなりたい。で、まあ自分もこう、やっぱ筋トレとかしてるし、はい。ある程度格闘技もしてるし、そう。やっぱ、なんかこう、なんていうのね。 出したたいいななみでかい音男やからみたいな憧れがあってそうそうで結構そのなんていうのね例えばもう「アザーサイドカルテット」とか「う筋肉マン」の集まり音楽「筋肉マン」のね木バキに行くしそん時になんていうのねベースもつられてというか思いっきり弾くみたいな。 で、その時の音って、うん、ほんにこう力入れて弾いた音って、うん、ほんまにでかいんかっていう話ですよ。今回なんかで、ね、最近思うのは、はい、あのー、あれですね。なんか音がほちょっと逆に細くなる気がする。その外側のこの何、うん、て言うの？膜みたいな。うん、そう。ポーン。抜ける 抜けてななないいっててう感じのか抜け全部でき逆に低音も出なくなるし力入れて弾いペラペラになってるっていうかそううそそんな感じもするしそもそも音もそんな綺麗じゃないというか美しくないというか「うんうん」みたいななりやすいんじゃないかな思いましてそうそうだからすごいんやねその自分の感情と音量は意外とリンクしないというかそんなことをね 思やっぱだからいい音なんていうのね音量弱者やんうんベースねうんそうそうだからもう頑張ってもしゃあないっていうかそこでだから力んだらやっぱり良くないよねそうそうそうそんなもう、うんそのそれはベース変えてでかい音出る人はいるかもしれんけど、はい、他例えばドラムアカイ行ったらもうドラムの世界にベース入ったらもう絶対聞こえへんからうんドラムが思いっきり行ったらうん、うん、物理的にうん、うん それんかあのベーシストの中村泰くんねニューヨークのが言ってたけどもうそのベースが何十人同時に弾いたとこでドラムが一人思いっきりパチンいたらそれで終了みたいなぐらいやっぱりそう負けちゃうよね弱いピアノよりも絶対ちっちゃいしベースはとにかく弱者なんですよねだからそこそれで頑張ったとこであんまり 効果的じゃないといとうか、うんうん、だからやっぱこう美しい音を心がけていくしかないんじゃないかなと思いましたね。でそのやっぱりこうプレイバックねこの前回の,そのソロライブの、うん、でこう大きい音とかこう表現しようと思って弾いた音を聞くとやっぱこう力が緊張もあったりとか緊張とかプレッシャーもあったりしてあのやっぱりこう うまく表現できなかった部分もあるなっていうのを感じましたね。うん、そう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 。なんかそこは難しいなっていう。うん、そうね。そうそう。うん、なんかこうけどやっぱもうキャラ自分のキャラも炎みたいな自分も連国、はい、さんみたいな連国さんみたいなのが好きやし、こうバーってやりたいんやけど。うん、だから熱い心は別に持っとっていいと思うけど、そ,うでそれと反対に冷静にできそうなったらできるだけ逆に冷静冷静冷静にっていうか、うん、あの。 いいその大きい目指してる目指してる大きい音ねその単に音量がでかいっていうわけじゃなくてそう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 そそう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 出ないんじゃないかな。 あの、比較っていうかさ、熱い演奏のもう代表格やと思ってるのが、うん、あの、ジミー・ギャリソンね。はい。ジミー・ギャリソンっていうのは、あの、コルト、ジョン・コルトレーンというね、まあ、あの、ジャズ界で一番有名じゃないかぐらいの人のバンドに、うん、ドのベーシストなんですけど、うん、あの、その映像とか YouTube で見てもらったらわかると思うんですけど、うんうん、コルトレーンバンドのね、あの、ジミー・ギャリソンがフィーチャーされた、はい、あの、フリーソロンとことか。もう湯気とかブワー出てて、ブワーって弾いてね、もう。うん で、ジミンヤリさんも確かボクシングやってたかな。ああそうそう。で、やっぱ熱い音がね、ブワーって弾いてて、なんかそれもなんかこう、なんていうの、音とかももちろんめっちゃかっこいいし、うん、もう汗、湯気てるぐらいやっぱこう熱い感じやから、うん、なんか思いっきり言ってるのかなと思うんだけど、ほ、うんまはどうなんやろな、みたいな。やっぱこう豊かにならそうとしてんのかな、みたいな。どうなんやろうなうん。思いっきり感情の部分も、もちろんあると思うけど、人,、うん、人間やから。うんうん。うん、けどで、出音はやっぱ、 かっこいいなと思うし憧れやしそうそうチャーリー・ヘデンにしてもでも生で聴いてないから分からんのよ結局そうそう生で聴いたらどういうふうに感じるか分からへんそうやなそうそうそういうふうに見えちゃうもんな余計映像は映像はなからか強く弾いてるようにとかそうそうそうねけどやっぱ言いようとしにくいと思うもうんそのうんそう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 うん なんか今あのこの話をしててちょっと思い出したことがあって全然関係ないんですけどあの漫画の「のちびまる子ちゃん」ってあるじゃんはい、はい、<laughs> 知ってるなんかあの、あのー、なんか体力テストみたいなんでこう、あのー、昔は例えばボールを投げるみたいな遠くに遠投ね、うん。で、あれで藤木っていうあのキャラクターがいるんですけどものすごくもうなんかすごいもうめっちゃ飛ばしたろうと思って、うん。 ものす力んでものすごっ自分の足元にバンってつけたみたいな力を入れすぎると自分がコントロールできないそう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 っていうのをちょっと話しながちょっと思い出したんですけどそうそうそうだからそうね藤木君状態になったらやっぱいい音はしないよね 投げね、遠くに飛ばす方が飛距離が出るんじゃないかなと。長沢くんぐらいね。長沢くんは誰だか分からんないどリけど、そんだけ、そうや。そうそう、藤木状態になってはいけないっていう。そうやな。本、うん、だからほんま何、何十センチみたいな。<laughs> <laughs> いうんうんうんおんうかるわ。うん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 ううんうんんう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 うんうんうんんう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 うん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 ううん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 うう うん、チャーリー・ヘイデンの「リベレーション・ミュージック・オーケストラ」というねすごい名盤の,あのアルバムがあってそのあえて今日はレコードで聴いてるんですけど B 面から聴こうと思いましてじゃあ B 面がまたどんな入ってきたかなと思って久しぶりだから「s o ソングフォーチェというね「チェっていうのはあのキューバの革命家のチェゲバラさんねで僕もチェゲバラめちゃ好きで T シャツも着てるぐらい着てるしもうチェゲバラの本も読んだし なんかその本とか読めへんでね,ね。ち、うん。ちょっとチェゲバラはなんか好きなんですよ。うんうんうん。かっこいい。生き方もかっこいいし。そうそう。で、まあ、その、その、チャーリー・ヘイデンがそのチェゲバラに捧げたね。うん、で、最初にこうオープニングで、まあ、ソロベースから始まるんですけど。うんうん、やっぱ音かなんかね、なんていうのな、その、やっぱ音でかいとかちっちゃいとかちゃうなと思った。やっぱね、覚悟のある音っていうか、もう本気のやつの音。もう聞いたら、 わかるってこう、うん、簡単には近づなんか犬とかもさ簡単に近づかれへん犬とかおるやん <laughs> こいつ怖そうやなとか動物とかも思えへんなんかそういうゴリラとか見てもさ動物さもまあ、まうん、ゴリラ近づかれへんけどいやいやまあそうやけど近づかれへん理由はねあ怖いなとかそういうオーラがもってるっていうかオーラってもう本能的に近づいたら こいつやばいなみたいなライオンとかもさライオンは分からへん虎とか思うやん,うんそういう音してんねんなんやっぱうんそうそこを目指したいなと思ったね、うんうん、今日あのそれは何て言うんやろう人のねあの心をこう豊かにするっていうのがまあもちろんあの、はい、ねそのすごく 自分の大切にしてることなんですけど、うん、やっぱりそれプラスなんかこう自分の存在を世に投げかける、うん、世の中と戦うみたいな、うん、反骨心みたいな音とか、うん、そういうのももっともっとまあ自分は結構持ってるから、うん、反骨心だけで生きてきた男みたいな、うん、<laughs> 負けず嫌いで生きてきたんでそこもなんかこう、うん、もっともっとベースに乗るようにしたいんですけど、うんうん、その反骨心を。 怒りっていうかその感情に負けてバーンって弾いた,弾いたらあんまよくないんちゃうかなっていうなるほどねっていう話なんですよ、うん、だからそこをどうやってこう音楽に乗せていくかっていうのをなんかこう課題にしていきたいなと課題っていうか見つけていきたいなと思いますねそうそうだから美しい音の中でだまあその反骨心とかは、ね、その失わないっていうかもちろんもちろんもうそれは失えないし そのままでそのエネルギーをどういうふうに変換っていうかそう表現していくかっていうか力任せにせずにそう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 するかっていう力がさあるがゆえに俺はそうね俺って言ってもた私がすいませんええけどそうんかそのなそう書くやってるがゆえにさ力は出るやんそう書格闘とか一緒ちゃうの結局そう格闘一緒よねそうほんまに力 力任せにバーンってやってもそんなに向こうになんちゅうのうね。そうそう。いいほんまそれこそさ、あのまあ前のジムの、うん、あの僕が行ってたジムのアイディールジムというの,の会長さんね、はい、渡辺優人さんってっ、うん、もうライライズでも一位になったし、うん、あのランキングねで、えー、っとあの極真からともあの多分世界チャンピオンだったからちょっと。 ほんまにすごいそれこそほんまに動物と対峙するみたいなそれぐらいちょっと本気出したら怖いっていうか殺されるなみたいなわ分かる人やねんけどその人がやっぱこうサンドバッグ蹴ったらやっぱ言いようとする低音とかめっちゃ鳴るそれも言うてもうたもん「すみません音楽からの視点です」低域がめちゃくちゃ鳴ってます」って言って。 50ヘルツとかこれけど前昔ラジオで言ったかもしれなな150ヘルツとか結構低い音がなうんってなるねんそうけどやっぱ俺もそうやし違う会員さんがいたらペチっていうなそうそうペチペチペチみたいなブンって鳴れへんね表面しか鳴ってないって感じだもそうやっぱこう中まで遠赤外線というかじんわりバクンってなあれあああいう音やろなチャーリー・ヘイデンの音もプラスそこに 感情が入っっててるいうか熱意が魂が入ってるというかだからああいう殺気のある音があるんやろうなと思ってあの音を人生を通じて出したいなと思いますねそういう音あの音っていうかどうしても出したいですねほんまに頑張れ頑張る頑張るもう何もなく頑張るしかないねんけどそうそういう音を目指していきたいなと けどそれを出すようにするには、やっぱり、あのー、やり続けるしかないと思うね。そのソロベースにしても、命がけのライブを、本気の、世の中と対峙するライブを、うん、そうそうそう。で、それを続けるためには、やっぱり、うん、 あの集客ののメールとかかしなあそこにももちろんつながるよね一、ね、人で、ね、あの生きていけるわけないし、はい、お店にもね今回ちょっと申し訳ない結果になってしまったしそうそう、うん、そういうのも含めね、うんうん、なんかやっぱ全部頑張ってやっていくしかないなと、うんうん、だからこのラジオもねできるだけあのー いいことをね、発信して、あの、ね、自分たちのことを好きになってくれる方を増やして、その方がね、足、を、ね、ライブとか、そういうことに足を運んでいただいてと、そういうムーブメントといいますか、流れといいますかね、そういうのを作っていけたらなと思います。そうそう。やっぱりもう何者でもないもん、自分はもう、そんなもん当たり前やけど、何者でもないというかもう、二軍の二軍みたいな。 二二軍軍の昔からなそうやったしそうな野党さんにも最初は無視されまだ言うそれぐらいの感じだったかそこをね忘れずにね忘れずにっいうかそういう悔しい気持ちとか今ももちろんねめちゃくちゃあるしそれとこんな自分を世に放つと世にどんどん放っていきたいねそそそうううで生ぬるい感じじゃなく 本気の感じで、うん、本気の感じっていうか本気で、うん、本気のそう自分とそうだからそうなるように自分たちでもできるだけそう努力していってそうそう、うんうん、魂の音をね見つけていきたいなと思いますので、うん、で魂の音の弾き方っていうのはね、はい、分かったら言うけど多分分からんと思う <laughs> こればっかりは人それぞれ違うしそうやなそうそうやな、うん、それはな、うん、うん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 ねやっぱ さっきみたいな感じるね。米木さんとかも思ったもん。うん、やっぱすごいなと思う。うん、う圧倒されるっていうか、うん。速いし、パパパパーってこう。うん。なんか水の上をさ、なんか忍者がパパパって渡っていくような軽やかさもあるし、うん、なんかもう、なんか怖い部分、あ、いい意味でね、うん、うん。なんかやっぱこう簡単には近づかれへんっていうか、うん、音が。そう。で、美しいし。うんうん やっぱすごいね。なんかこう、武士道とかにも通じる部分があるんやろうし、う格闘家にも通じる部分があるやろうし、そうそうそう。それでいて優しい音やし、うん、うん。やっぱ、すごいな。そういう音を出したい。うん。で、そういう音を出すには、多分力とかじゃないっていうことをね、今回言いたいんですよね。はあ、そう。うん、大きい音出したらその音になってるかって言ったら、それは、それは多分脳やと思う。うん。うんうん、散々やってきたから、俺。<laughs> 何年もかけて。 <laughs> ここ最近やから気づいたの,あの大口さんが「中ータはあの口笛吹くみたいに引いたらいいんだよ」って <laughs> あのねあ「そうそうあの丸吹くというねそのあそこでそう教えてもらったあの一言がそう自分のヒントになりまして、うん、そ,うそっからなんか変わって変わった感じもするしそそうそうやっぱりな、ね、自分の音をね、うん、見つけていくしかないかなと思います、うん、力じゃない、うん、そう。 まずリリララッッククススそうね絶対格闘技の時もそうやもん絶対こうビギナーの人ね自分よりね自分もビギナーやけど自分よりビギナーの人と今度初めて試合出るんですあじゃあ一緒に練習しましょうみたいな。やっぱり力入ってもねかかなんかこうね力抜いてくださいねって言うと戦いなんかこう疲れるでしょうみたいな言ってこう一緒に練習したりもねはいはいするけどやっぱ力入ってるしそうそうそう自分もねこうやっぱり絶対ここで いいパンチ打ったろとかもっと力入るしそそうう思うよねけどやっぱ井上尚弥選手とか力入ってていうのリラックスしてるけどすごいパワーやもんなだからもうそう別にリラックスしようっていうふうに自分でも思ってないと思う普通にそれがそうそうそう普通な状態になるのがいいんじゃないリラックスしようと思ってるってことはやっぱ力入ってんうんもんと ね、なかなかその状態になれへんかもしれへんけどできるだけそれが自然にもうなるぐらいになったらいいようと思ってるんじゃないですか、うん、あとは自然を感じるってことかなとそういうのほんまにこ,これは心から思いますね最近波のイメージとかさはい、はい、風のイメージとかはい、はい、そういうのが絶対何か音楽っていうかそう演奏を助けてくれるっていうかうだからそういう普段ねなんか感じれなかなか感じれないといいますか、うん、まあ特に都会に住んでたらスマホ触って。 自分のことなんですけどそういう生活してたらななかなか感じひんやけどさこの間のキャンプ行ってさそのあ後にベース弾いたらやっぱいい感じやもん大自然とかイメージしたら感受性割と強い方やからすごいやっぱけどそういう感じやと思うんかそういうとこにヒントがあるんじゃないか音楽じゃないとこにね音楽じゃないヒントを音楽に生かした時が一番強いと僕は心得てます。 そう格闘技から来るとか自然から来るとか日常から来るとか子供子供を見て思うとかそんなことばっかりやと思いますねうんうんそうそうそうだからやっぱねそう魂を込めたあの格好良い音ねやあの作っていきたいなと思いますお願いしますはい頑張りますはいそのとっかな今日はあの音楽の話はね音楽ねはいはいはい そそうう皆さんもねなんかこう思うことがあればぜひねあのコメントで教えてもらいたいですねそういろいろ「こんなに悩んでます」とか何でもいいしそうそう「うううんんなかそそ魂こういう感じで気合い入れてます」とか「気合いの入れ方」とかな何でもいいと思うけどはいぜひねあったら教えてもらいたいですね。でえっとねえこの先のこの先はあれですね 21日今月21日に、えー、僕あの平日なんですけど、うん、平日のお昼にまたあのジャズベースのワークショップやるんであと一枠空いてるんですよ。はいはい。やっぱ平日は難しいな。っていうことが分かったね。なかなかそう。あ,のあと一人あえて平日にしてみようということで、ね、そう平日にももしかしたら需要があるかなと思ったんですけど、うん、ちょっとね。まあまあ。うんまあけど今回、まあ、いろんなねチャレンジさせてもらってるから。ははい、はいうん、うん あと一枠だけ空いてるんで、もしよかったら、僕のタートルレコードショップのホームページで見ていただければ、詳細書いてますんで、ぜひご検討ください。で、八頭さんは、あれやな、二十あ、グッドマンね、3の宮のグッドマンで、八頭麻美カルテット一応そうなってますけど、はい広瀬美紀さんと、八頭さん、僕、中村裕次郎君、最高のメンバーで。 熱いメンバーちょっと揃えてしまいましたけどやるのと23がいよいよジャズカラバッシュねこれは僕がリーダーちぎたよすけトリオちぎたよすけ矢田愛咲田中裕一この3人でねこの間もリハしてきてめちゃくちゃいい感じに仕上がってるんでぜひねこれもあの前売りでね買わんとそうですねもう毎年売り切れてるみたいなんでぜひね前売りチケットはいまだあんのかな まだあるんちゃうけども、過去最速のペースで売れてる。あ、そうなのすごいな。で、最後の1週間かなんかでバーッて売れるから、ぜひお早めにね、もう最後の1週間近づいてるけど、ぜひチェックしてみてください。今日はこんなとこかそうですね。ええ時間やな。いはいそうそう。なんかなんか喋ることななんか、今日はあのね、 今日出ていいのか。いいるです今日今日はあのね、えっとあまりさんの中本まりさん私初めて。あ、そうやな。一緒にやらせてもらうんですけども、京都のえっとホール。ナムホールな。ナムホールですかうんうんとこで、はい一緒にやらせてもらってますけど、なんかすごいね、あのまあちょっと緊張もある。なそらそうやな初めてやったら。のまりさんのあのレコード。あ、レディ・イン・ラブな。うんうんうん。それをこうちょっとこう。 何回かいて楽しみねすごいいい曲いい曲ばっかりでいいレコードやね結構あの時代の感じ好きやから私80年代っとそう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 いう意味で楽しみな感じまあのサウンドにね今回は今回違うけど結構アコースティックやしもうだいぶね雰囲気も違うかもしれないですけどいろいろ楽しみと緊張の感じのいいことですねうん頑張りましょう僕とねあまりさんと3人やもな

ぜひねそうそうマリさん3日間僕は今日からあるんでそうそう神戸とね大阪と3カ所やるんでよかったらあの危機にいらしてください詳しいことは僕のタートルレコードドットショップに場所とか載せてますんでぜひねチェックしてみますおな鳴ってる鳴ってるんですようかごめんないいや何もないお腹減った 減ったと思う。けど別にそんな減ってめっちゃ減ってるわけじゃないけどなるなと。すみませんなんかぐう聞こえてたら。一応あのノイズ処理するからギリギリ聞こえへんかなと思ってる。この会話でなんねやって感じすもいすみません。もし聞こえたら大変申し訳ございません。聞いた中でしたということで。はい高島正信ホテルってうことで。申し訳ございません。はい今日もねここまで聞いていただいて本当にいつも。 はい。ご拝聴ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。またね、えー、なんかこう、楽しい情報をね、はい、これからどんどん発信していきますので、はいえー、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。